皆さんは将来やってみたかった職業とか夢はありましたかその中で声優さんを目指した理由は何ですかということでございますなるほどこれいいじゃないいいですねよくいろいろね来る質問ではなんで声優になった？僕はもうこの世はでっかい宝島かなっていう アドベンチャーアドベンチャーしてみたくなっちゃいましたそこにもう行きたかったそこに行きたかったですねなるほどお二方どうですか先輩方回し始めたぞゲストに回されていや僕先輩のそういう話なかなか聞くことなかったなるほどね個人的にも俺は声優になりませんかっていう切り抜きがあったからなったんでちょっと待ってタイミング的に俺それだとすげえ悪いわいろんなとこで言ってるけど本当だもん友達の落合君が持ってきたの新聞の切り抜きで声優になりませんかって書いていやなるなるなる 声優は知ってた知っててああなんだじゃあなれるんだったらなろうって思って慣れちゃったなるすが軽いですね軽下野俺はあの僕もだから前野君と似たようなところでキャラクターになりたかったんですもうキャラクターだよすでにお前もちろん今現在もまあ今現在俺が望んでたキャラクターとちょっと違うんですけどもまあでもそのアニメのキャラクターになりたいから声優っていう仕事を知っててっていううな はあ、なるほど。え、他になりたい職業とかなかったのあ、はあ、あるでしょ、子供の時もこんなりたいとあのあ俺、保育士。 うわでもいいじゃないですかいいわ保育士あの下野さん似合う気がしますね母親が保育士だったんではあそうなんやそうですそうですで保育士同士のやっぱり会議みたいなものがあるんですけどみんな親だから子供とかを一時預けなきゃいけなくて「ちょっとお小遣いあげるから少しその間見てて」って言われて見てたことがあってへえ ちょっとなんか面白いな。もう子供好きなんやな。そういう意味で。面白い、面白い。はい、すげえ疲れるなって思いながら。お前それずいぶん若い頃の話でしょ小学校。その時にもう、これ疲れるな。ってなってもう、なんか、こう。四次登ってくるんですよ、いろいろ。あ、まあ、そうですよね。子供。四次登ってきて。なんかこう、一人もてて、二人もてた瞬間に、もっともっと。四人、四人、五人ってわって来られたら。なんかもう、ちょっと。なんだろう、これ。